どうも、伊集院光です。そして今日、ポッドキャストを手伝ってくれる若手芸人一人目は、どうも、お天気のりです。そしてその隣には、どうも、お天気エバート国正です。まあ、お天気船仮説を吹き飛ばすためにですね、仕方なく二人揃って来てくれたという。いや、そんなことないですよ。仲良しですから。特にエバートとのりが仲が悪いという。いや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 、いいですものね。本当に仲がいいですから。うん、しばらくお二人に時間を差し上げます。いや大丈夫さん。話しましょうよ、みんなで。もったいないです、もったいないです。そうですよ。仲がいいから心配しなくて大丈夫です。もういっぱい喋ってますから、いつも。はい。いや、だからなんでいけないなんで黙るんですか。ここは僕がなんか間にちゃちゃ入れない方がリアル感が出ていいかなと思います。ほんと仲いいもんね。仲いい、仲いいです。はい、例えば例えばなんだろうね。お互いの誕生日を知っている。うん。これは仲がいいです。そうですね。ノリの誕生日いつでしたっけ。僕の誕生日2月27日です。あ、もう、お誕生日来たばっかりで何あげたの、何あげたの、エバとはノリに何あげたの。僕あの、電話で、おめでとうと、言ったぐらいで。まあ、それも違う内容の、なんか、電話があったんで、その時に、まあ、ついでになっちゃったのかな。ねえ、伊集院さん、仲いいでしょメール行こうかな、それともこのまま続けようかな。メール行きましょう。メール行った方がいい。メールをくださってるわけですからね。お願いしますがね。しかしさ、今日のフリートークじゃないですけど、うん、はい、起きたら、やっぱりもう完全遅刻っていう経験、僕よりあなたたちの方が多いでしょ。僕、今まで一番びっくりしたのは12時間間違いを。結局、朝8時入りだったんですよ。俺の番組じゃん。そう、よく覚えてます。そう、俺の番組じゃん。そうだよ。そうですね。来なくて、お天気来なくて。で、あれは、お前らが間違えたんじゃなくて、うん、あの、事務所が、面白そうだから、あの、逆午前と午後逆に言ってみようっていう、例のやつでしょ。あれは焦りましたね。朝、だから僕らは夜の8時だと思ってたら、うん、朝の8時集合で、あれ、俺からの電話だ。そうそう、僕、伊集院さんの電話で起きた時、びっくりしましたからね。うわ、僕思い出した。あの、そう。起きて、伊集院さんの電話じゃないですか。うん、おい、エバトと、うん、お前、半蔵門まで、どれぐらいで来れんだって言われて、うん、もうだから、必死に計算して、もうだからタクシーですよね。うん、20分で来ます、みたいな感じで。ただもう、僕はもう、わかんないんですよね。あの時何なんだ、何を考え、俺もだからその、遅刻したって思って、そのタクシー乗ってる時に、はい、まだ、7割ぐらいは、嘘であってくれ、みたいな。はい、あります、そうですね。ね、ありますね。なんだろうね、あの感じ。ゾッとするよ、ね。タクシーの中ってもう自分じゃもうどうしようもできないじゃないですか。うんうん、あとは運転手さんにお任せするしかないのに、うんうん、あのなんか何をしていいかが分かんない状態って、たまんないですよね。で、運転手さんこっちの気持ちも知らないで普通のこと聞いてくるよね。今年のドラゴンズどうですか、ね、開幕まで生きてるかどうか分かんねえよ、こっちはって思うんだけど、まあ、タクシーさんに関係ない話。本当にあれ怖いですね。いや、久々に味わったなぁ。だから、その、最終的に勘違いだった時の、嬉しさ。本来は損しかしてないんだけど、実際はね、損しかしてないんだけど、なんか多分、あの時で言うと300万もらうのと同じぐらい嬉しいと思う。勘違いだった時って。いや、でも分かります、その気持ちは。3000万なら3000万取るけど。ね、だけど俺多分、その、もう本当、あの、例えばさ、その自分が遅刻すると思って今からこれを嘘だっていうことにしてあげるから、うん、はい、ローンでいくらまで払えるって言ったら多分300万頑張れる気がするんだよね。そのパニックさ加減ったらないからね。僕あの、あと遅刻、寝坊ではなかったんですけど、うん、あの、オートバックスという会社で僕、一回ラジオ、店内ラジオやってたな。東雲のあの、スーパー、オートバックスだっけ？はい。スーパーオートバックス。あの、オートバックスの中にある、なんか DJ ブースみたいなやつで、はい、お天気が、まあ、ラジオをやってると。はい。で、これね、店内でしか聞こえないんだよね。はい。うん、なのに、店内の、こう、売り場で、ちょっと大きな商談がまとまりかけると、ちょっと静かにしてもらえますかって言われて、はい、ボリュームを切られるっていう。はい、な、ゼロ局ネットのやつ。ゼロ局ネットの、ね。はい。あの時に、僕、東京マラソンの日に僕らその日が入ってて、おうおうおう、そしたら僕、あんまり道知らないんで、うん、どこ行っても通行止めなんですよ、うん、それで結局3時間ぐらい僕遅れちゃって、うわ、それでも誰も気がつかないというかですね。まあな、今言ったような状況ですからね。なんかそのオートバックスの社長さんがすごいいい人で、若手に喋る機会を与えた方がいいっていうんでセッティングしてくれたらしいんだけれども、はい、現場からしてみるとうるせえなと。現場からしてみると、だって店内でなんとか売り場の誰さんとか、うん、もしくはあのタイヤのセッティングが終わりましたみたいのを流すスピーカーだからね、はい、そこで面白いこととか言ってんじゃねえよっていう話だから、はい、
なんかね、あの、普通、リスナーに不評ならわかるんですけれども、すべての関係者にいまいち好評じゃないっていう、珍しい番組だったな。3時間遅刻したのに、誰も気がつかない。気がつかないで。あれ、前尺どれぐらいやってたの？何時始まり何時終わりぐらい？確か、10時ぐらいに入っ、あ、昼ですね。うん、昼から、閉店までなんで、確か9時とかまでの、9時まで。9時間ぐらいの高速なんですよ。そう、9時間ぐらいなんだけど、その、スピーカーのスイッチが入れられてるのが半分ぐらいだよね。そうですね。大体その。はい。うわー。で、30分30分で2回休憩があるんですけど、うんうん、もう僕らで決めていいんですよ、うん、いつ休憩を取るかっつって、うん、だん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 30分から35分にしてみたりとかちょっとずつ何も問題なかったんです、ねね、でお前らもネタ尽きちゃうし誰も聞いてもらわないことへこんでくるじゃんか、はい、そう考えるとあれは誰のために行われるそうなんですスーパーオートバックスわかんないんですよ、まあそのスーパーオートバックスと同じぐらいいやいやこの番組にも参加してもらってますけど何を言ってるんですか、 いいんですかメール行かせていただいて命ですか大丈夫ですか命です、ね、でもあれじゃんこの間の怖い話文化放送のポッドキャストの方が先オンエアだったじゃんあれどういうことなんですかねあそんないやいやびっくりしちゃってさこれはどうなんですかエヴァとあの怖い話あったじゃんありましたね俺が文化で話しゃいいじゃんっつったら、はい、いやいや文化よりもあのこのポッドキャストの方がみたいなこと言ってたじゃん、はいはい、言ってますほいでその帰り道かな、はい、いやその次の日かなんかに、うん、今日文化のポッドキャスト撮りに行くんですよっつってるから、うん、こっちはネタが被るのとか向こうさえ良かったらいいから、はい、こっちで使って受けたネタは俺たちが受けるってことはそれは面白いんだ向こうでも使っていいぜみたいな話してたわけ、はいはいはい、したらなんかもしそうなったらすみませんぐらいのトーンで言ったのね、はい、で蓋開けてみたら文化のポッドキャストの方が先にダウンロードされてるから、うん、なんか俺たちすげえ出しに使われた感じ本当ですねいや本当にびっくりですねどうなのえどうなのこんなことで起きるんですこの顔はマジびっくりだからマジびっくりですね叩いても何も面白いやつは出ないやつだなただひたすらすいませんって言ってね一番つまんないやつだ以後気をつけます一番つまんね、はい、じゃあですねメールいきますねはいじゃあ簡単そうなところから、ラジオネーム陰毛ご飯最悪なラジオネームだな久々に最悪なラジオネーム来たな陰毛ご飯どんな時に思いついたんですかねわかんない食べ物以外で好きな匂いはありますか、はい、食べ物以外でこの間なんかテレビでそのテレビ出演前のこう事前アンケートみたいなのじゃん、うん、でそれに好きな匂いありますかって書いてあったから、はい、その匂いを書いたんだけど、はい、本当はそれはそのテレビの番組内ではなんかそのちゃんとした実験でその人の好きな匂いを嗅ぐとどれぐらいその集中力が上がるかとか、はい、なんかそのリラックスできるかみたいな数値を出したいやつだったらしいのね、はい、で他の共演者は、うん、ラベンダーうん、とか書いてるわけ、はい、だそうするとそのラベンダーの香水とかあるから、はい、それじゃあ、特別にスタジオでやってみましょうっつって、うん、最初の数値測ってラベンダーの香りを嗅いでやるみたいなやってんだけど、うんはい、俺だけ回ってこないのその実験に、はい、ね。でよくよく考えたら俺アンケートに洗ってない子犬って書いてあったんそんな香水がないですからねそれはすごいな洗ってない子犬の匂いがすごい好きなんだよ洗ってない子犬の匂いってすげえいい匂いするんだいい匂いっていうかわかるちょっとわかりますなんかその感じさ人にとってどうかわかんないけど、はい、なんかその自分はこれがっていう匂いってあるじゃん。そういうと俺そのあんまり洗ってない、まあ声だめ怒ったけど洗ってないやつは嫌です。そう、それ嫌です。それはだって声だめの匂いですから基本的には。そうじゃなくて。そのまあ一週間に一回とか二週間に一回お風呂入れるんだけど、その直前ぐらいの子犬の匂いって、うん、特に子犬、犬、はい、十分犬なんだけど。はい、だって俺犬久々に会うと何するかと噛むからね基本的に犬。噛むんですか？あれ犬噛まない？噛まないですよ。お前猫飼ってるね。猫飼ってますね。え、また猫は甘噛みしない？噛みませんね。じゃあ俺もしない。なんでですか？なんで意見をねじ曲げたんですか？そんなバカなことは一切しない。基本犬ってその洗わないと同じ匂いになってくるんですか？なんつったらいいのかな。でも確かに僕もその猫もちょっと洗わないと猫の香ばしい匂いになるね。香ばしい匂いしますね。俺多分プリッツで犬洗ってない犬の匂いが出たら。買わない。買わないですよね。食べるものじゃないですよね。冷静に。なんかちょっとかわいい香ばしい。
匂いがする。あ, あの、やっぱ肉球、猫の肉球のその間とかも、ちょっとやっぱ僕、鍵だけ。それは違う。あら、全然ガッチがしないんだ。それは全然。それは、エヴァと気持ち悪いな、お前。左寄ったりのこと言ったじゃないですか、今。やっぱり気持ち悪い。やっぱりって何だ今日も気持ち悪い。今日もって、いつもですか依然として。依然として気持ち悪い前線が衰えないな、お前。何ちゅう言い方ですか。海苔は、海苔、食べ物以外で好きな。これ、ちょっと変わってるんですけど、うん、折り紙ってあるじゃないですか。うん、折り紙を開けて出した時の匂いって、すごくなんか好きなんですよ、僕。わかります？いや、びっくりするぐらいわからない。やっぱ俺もわかんないっす。俺、あのさ、独特のエロ本の匂いない？あ、はいはい、あるよね、独特の。ありますね。これっていう、はいはいはい、エロ本の写真の多い、紙のいいエロ本の、うんはいはいはい、開けた時の匂いってあるよね。はい、わかりますわかります。俺、あれって、俺多分ね、相当匂いフェチだと思うんだ。はい、だ昔その、よく、まあ、ポッドキャストも多分何回か言ってるんでしょうけど、その兄貴の部屋の、ヒノキのタンスにエロ本が隠してあったから、はい、こうやって開けると、ヒノキの匂いにも反応して、うん、もうなんか、おちんちんが立つ前の感じってわかります、うん、前に、俺下っ腹がズーンってなるんですよ。軽くノックされる感じですよ、ね。はいはいはい。今から行きますせーっていう、今から行きますせーっていう感じになる。わかります。まずあの、ズーンってのが来るんだけど、はい、そのヒノキ風呂とか、はい、その材木屋の前でもズーンって来るの。あ、それは。パブロフ。パブロフの犬。パブロフの犬も噛んじゃうんだけど、俺。噛んじゃダメです。それ噛んじゃダメです。それで言うと、その、あの、エッチな自動販売機なら今回お金あるから、うん、ちょっと高いの買おうと思うと、はい、開けるともう、新品なんだけど、はい、パリっていうような。わかります。硬い紙のエッチな方があるじゃん。はい。あれの印刷の匂いは俺ズーンってくるんだよね。いや、わかりますね。それって、あの、その背中っていうか、ところが、角になってるやつじゃないですか。いや、そう、結構角張ってる。ですよね。あれ僕もあれのやつの匂いは好きですね。で、あれ多分なんか印刷の匂いなんかノリの匂いだと思うね。はい。俺なんか、構成の渡辺くんに見せてもらったら全然なんでもない蒸気機関車の写真集が、はい、同じ匂いしたの。で、開けたらズーンってきたんだけど、別にこの蒸気機関車いや、それはやばい、やばいですよ。俺の蒸気機関車の方が、俺の蒸気機関車の、ポンポンって、ポンポンってきたけど、ポンポンじゃないですよ。あれはびっくりしたな。でもあの匂いはエロの匂い、ね。エロの匂いですね。おそらくね。はい。うわぁ、それ折り紙はなんでそれ好きな？わかんないですよ、なんか。また折り紙を使ったエロいことしたんだろ、お前。お前、折り紙で作った女体で、お前すげえ器用だな。お前は想像力がすごいか、折り紙の腕がすごいか、どっちかだな、それは。わかる、今でもなんかあの匂い嗅ぐと好きなんですね。だからすごく先生に優しくされたからですかね。折り紙をやった時に。やってる時に。え、これいいお話ってこと？最初でいい話でしょ？いや、いい話じゃないですか。その、だからそれでなんか今でも折り紙の匂い嗅いちゃうと僕好きなんですよ。ずっと見てられるっていう。素敵ですね。ああ、ごめんなさい。やべ、なんか言っちゃったかな。エヴァとは？僕は、銭湯とか、うん、クリーニング屋さん、特にあの、クリーニング屋さんも、その、街にあるクリーニング屋さんがお願いするとかじゃないですか。今前クンニリングスって。クンニリングスだってね。堂々と、堂々と言う。なんだよ。それが今子供の頃、先生、優しい先生に折り紙を教わったせいできっと折り紙の匂いが好きなんでしょうねの後に。何さりげなく、俺のサブリミナルの中にクンニリングスの。俺多分、読むものとしてはこの言葉を認識してるけど、言ったの初めてだった。びっくりしましたね。多分今、ポッドキャスト聞いてる人も、えと思ってると思うよ。しかも、街のクンニリングスすみません。街のでしょ街の。クリーニングってちゃんと言ってなかったから、あやふやだったんですけど、その言い方はしてないです。言いたいのは、クリーニング屋さんなの、それとも、クンニリングスの上手なクリーニング屋さんなの。クリーニング屋さんです。なんだ。なんだ、そんな。なんでがっかりしちゃったんですか。ズーンとして損したよ。これでズーンとしちゃダメじゃないですか。感じ性豊かですね。というか、その洗剤とかを、うん、熱とかがあって、もっとした感じの匂いあるじゃないですか。例えば、ほんと、銭湯とかも。俺は、銭湯にほぼ行ったことがないから、はい、わかんない。クリーニング屋さんの匂いわかるよ。なんかちょっとむ、む、はい、むって、そうそうそう。むってなる感じの、その奥に、決して嫌じゃない、クリーニング屋さん独特のなんかあの、洗剤の匂いあるよね。はい、ありますよね。ああ、ちょっとわかる。俺なんかクリーニング屋さん自体よりも、クリーニングから来たものを開けてすぐの感じの、着る時の、ノリの効いたワイシャツのあのノリの匂いなのかな。 あれはちょっと好き。はい。ズーンってくる。あれやっぱズーンってきた。絵の関係で。なんでもいいじゃないですか。でもちょっとそれはわかる。はい。銭湯がいまいちよくわかんねえな。何がわかんないんですか。銭湯の匂い。ああ、銭湯の匂い。銭湯にほぼ行ったことがないんだ俺。あ、そうですか、うん。結構行ってますけどね。例えば、夕方とか、
家から来るその普通の風呂の匂いも僕すごい好きなんですよ。それのもうちょっと大きい版な感じが。蒸気のなんかやっぱりその湿気のあるあれだよね。はい、湿気のある感じの匂いね。でこれに多分僕大人の経験としてその浅草の裏側のあのロマン風呂の経験も乗っかってきちゃってるんで。なるほど。トータルであの家が好きになっちゃったんですよ。ロマンの。ロマン風呂の。ロマンの香りが。ロマンの香りがするんで。バスロマンが。バスロマンではない。確かにバスロマン。俺最初バスロマンって聞いた時に、はい、正気かと思ってます。最初で多分今これ聞いてるちびっ子は知らないでしょうけども、もともと国名がついてたじゃないですか、はいはいはい。国名がついたらその国名をつけるのをその国の人があんま良くないって言ったから、はい、その今はソープランドって言ってるけど、その間に一時期ロマン風呂ってあったんだよね。あの呼び方が。ね、そう、ロマン風呂、ロマン風呂って言ってたんだよね。だからバスロマンっていう時の、おい、まんまじゃんと思って。しかも細川文枝さんが CM やってたから、ズーンってなった。今日よくズーンとなったのね。ずんとなった話の気になっちゃうな。あんねー。はい。あとあの好きなまあ、結局匂いってさ、はい、結局その感情にすごい左右されるから、はい、なんか成分をちゃんと紐解くと、はい、なんとかかんとかチーズって結構高級なチーズと足の匂いなんか変わらないらしいんだ。ただ単にその機械で測ると、その本当にそのオークションで買ったそのチーズこうやって香りなら、おーこの匂いっていうぐらいいい匂いとされてるチーズも、うん、その汚い足の匂いも。なんかその匂い検査機みたいなのかけると変わらないみたいなこと言うんだけど、はいはいはい、うん、あの可愛い女の子の、はい、が、うん、まあ、3日前だな、うん、2日ぐらい頭洗ってない、はい、頭嗅ぎたくね。あ、でも頭の匂いっていいですよね。ああ、そうですね。僕の場合は臭きな臭いほど嬉しいですけどね。え、そうなの？なんつうんですかね。どんとこいっていうか、なんつうんですか。え、また逃げる、逃げる。僕は、いっそのこと逃げたいです。2日だよね。2日です、ね。2日目だよね。限界です、ね。しかも運動じゃなくて、2日前にすげえ、その綺麗な、いい匂いの高級シャンプーをして、はい、その洗いたてが強すぎるのが消えた、2日目ぐらいだよね、はい。そう、ちょうどいいですね。お前2年だよね。寝かしたね。ただ、条件があるんですけど、絶対嫌がってほしいんですよね。その相手側に嗅がないでと。そうしてくるとちょっと違うよね。俺たちは違いますね。俺たちはごめん、あの頭の匂い好きじゃなかった。全然好きじゃなかった。ノリだけだったら好きだった。いっけね、俺も嫌いでした。危ねえ危ねえ。一緒に逃げる。危ねえ危ねえ。俺あの、はい、もう不潔って思っちゃうとダメなの、はい、じゃなくてもうそのなんだろうね、うん、そのシャンプーの匂いだけはケミカルな匂いじゃない。それどこで買ったって同じ匂いだけど、はい、このシャンプーときっとこの今女子の匂いとの今、うん、シャンナナ女子さんぐらいの、シャンナナ女子さんでしょ、はい、だってお前さ、あの、女子八うんこ2ぐらいのやつでしょ、お前の好きなやつは。うんこ3ですね。いや、いらっしゃった。てかね、俺、その女怖くて会いたくない。つい髪の毛にうんこの匂いついちゃう女にあんま会いたくない。慣れれば結構いいです。塗ったんだやめていいもん。1日目もうやめていい。